皆さんこんにちは、浅見ゆまです。突然ですが、この場をお借りして皆様にお伝えしたいことがあります。私は2月に卵巣境界悪性腫瘍という病気が見つかり、今現在約半年間にわたる予定されていた治療を終えたところです。卵巣と子宮の全摘出手術を行い、腸にも浸潤があったため6回の抗がん剤治療を受けました。治療中、何度もくじけそうになったり不安に押しつぶされそうな時もありましたが、家族や友人、仲間、仕事で出会った方々、そしてファンの皆様の支えが心から励みになり、無事に治療を終えることができました。本当に感謝しています。現状についてなんですが、特に体に不調もなく、定期的に病院に検査に行っている状態です。このまま何もなく5年間過ごすことができたら完治という形になります。私の腫瘍自体、良性と悪性の中間のようなものなので、比較的予後も良好と言われていることもあるので、私自身何事もなく過ごせると思っています。これからの活動についてなんですが、体も心も私は元気なので、少しずつになるかもしれないんですけど、病院の先生や自分の体調と相談をしながら、第二の浅見ゆまとしていろんな活動に挑戦していきたいなと思っています。皆様、これからも応援よろしくお願いします。最後まで動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。浅見ゆまでした。